今日はね、春のキノコ、夏のキノコちょっと探しにちょっと来てました。もう、まあ梅の花なんですけどね、梅の花が散ってあとに発生するキノコ、しめじもどきの梅のタイプですね。春しめじと言いますね。こういって色が2かちょっとピンクばかって、あの猛毒の草浦紅竹にそっくりなんですけどね、なる発生場所となる時期が非常に違うので、まあ 100% ではないですけどね、ほぼ間違いなくしめじもどきだと思われます。美味しいです。ちょっと観察しています。ぬめり全くないですね。ほぼないです。こういう草アッパの下によくキノコは生えますね。おお、もうまさに草浦紅竹だよ。でも違う、似て結構葉っぱをこうやってめくってやれば生えてるね。こういう感じで、おお、生えてる生えてる。やはりキノコってこういった多湿、高温多湿な場所を好むのか。これはさすがにいいや。こういうね、草をどけてやれて、あ、ちょっと置いてください。これは最高だよね。これもいただいていきます。よし、こういったね、獣の道でもない、なんていうんだろうね、ちょっと登山道でもないんだけどね、こういった道がなぜかつい、今日は札幌が気温27度最高気温なるそうで、やっぱりね、ですけどこの先ですね、この先にあるの、おーい、左、左、ん、あれ、あー、あったあったあったあれね、おお、いいやつじゃない、すごいじゃんこれ、もう虫がたがってる、おー、ちょうどいい大きさのこれうまい。昨日大きくなりすぎてるの取ってたもん。あ、そうなの、ちょうどいいじゃん。昨日はね、まださ、こんなぐらいだったのかな、ね、やっぱ雨降ったら違うね、うん、一日で、すごい、虫がたがってるわ。こういったゴミの堆積する場所とか、こういったクズ置き場になる。これ食えそうだけど、これが竹、毒アジロガサの仲間です。